でこんなインダストリアルな感じに作ってもらいました、はいはい、うん、企画物の商品みたいなのがすごく多くて、うん、もっと自由に建てたいなっていう思いがすごい強くて、もうちょっと広くてもよかったかなっていう、あ、そしてこう表現としてはすごい使いやすくて、オーナー様にちょっとまあ生の声を聞いてみたいと思います。ちなみに家族はご主人奥様と女の子お二人、そうですね、の4名、はい、ここのお家のテーマというのはどういうコンセプトで最初イメージしてました？そうですね、最初はやっぱり武骨でかっこいい家っていうのを目指していて、はい、でそこから社長といろいろお話しして、でこんなインダストリアルな感じに作ってもらいました、はいはい、うん、めちゃくちゃかっこいいですよね、評判めっちゃ良くて。そう、あとはまあDIY したところってたくさんあると思うんですけど、はい、一番の自信作ってどこになります？社長の真似をして作った棚とか、うん、靴箱とか、自分オリジナルじゃなくていかにこう大工さんと同じように作れるかみたいなのを目指してやったところ、うんうんうん、でもこれは普通にすごいですね棚の金具とか全く同じのを探してちなみにこれはウッドワンの金具なんですか？そう、同じのを探してでなるべくここのミリ数も同じの合わせたいなとかって思いながら、自分で電ノコで切って、はいはい、サイズ合わせてみたいな作り方。こだわってますよね。全然喋っていいんだよ、うん、自分の部屋、ベッド、うん、あそこの部屋お気に入り、うん、モコもあるしね、いっぱいあるね、お気に入り、うん、トランポリンもある。すごいでかいトランポリンありますね。そう、そこに出してやるんですか？そう、テレビのアンテナとか、はい、このハンモックとか、あと外のフェンスとかね。あ、そうそうそう、外光もすごいんだよな。最後お庭もちょっと撮影させてもらっていいですか？せっかくなんで、うん、じゃあ次の質問いってみます。はい、オクトハウジングを選んだ理由っていうのはどういうところで決めたような感じでした？そうですね、多分全部のハウスメーカー行ったんじゃないかなぐらい、いろんなハウスメーカー回って、うん、展示場とか回ってて、でもどうしてもやっぱしっくりこなくて、なんでかっていうとこう企画物の商品みたいなのがすごく多くて、もっと自由に建てたいなっていう思いがすごい強くて、それでオクトさんを見つけて1回目行ったら、うん、モデルハウスがめちゃくちゃ良くって、まずモデルハウスが好きだったの？最初あの見学会に来てもらってる平屋の家だ、うん、友達の家だったの。え、平屋の友達の友達ですけど。おー、そうだそうだ、その後だね、できたって、うん、なるほど、そういろいろ見られたんですね当時ね。でも本当選んでいただいたというところですね。次の質問、この自宅に住んで良かったと思っているポイント。公園近い立地ですね土地選びもすごく迷っていろいろ検討しましたよね。多いのよ。で最終的に公園が目の前の土地を選ぶという。そうですね、この立地もすごい。やっぱ下をワンフロアにしたっていうのがすごい良かったなって、うん、なんか大体のこうハウスメーカーさんは和室を1個とかやるんだけど、うん、やっぱ広いワンフロアっていうのはすごくやってよかったな、うん、通常リビングドアとか入るんですけど入れずにオープンな空間を作ったという。でもこれが開放的な雰囲気になっていいですよね。あとヘリンボーンが全面的に見えるっていうのがめちゃくちゃ良かった。良かったですか、うん、やっぱりこれだけはやりたいなっていうのは、ね、うん、開放感、天井も高くしてもらったし。そうだね。あとはこここうしたら良かったなとか何かあります？ちょっと妥協してこことかもクロス張りにした。あ、アクセントボール、アクセントボール、はいはいはい、そう、もう少しこだわって、例えばちょっと本当のコンクリートにするとか、うんうん、あとレンガにするとか、うんうん、もう少しちょっと本物を使っても良かったかなって思うところがあったな。ここもすごく見せ場のポイントですよね、階段ありのテレビボードアクセント、すごいこだわって建ててもらったですよね。そうですね、うん、なんか社長も付き合ってくれたもんね。後ろがあの洗濯物干せるスペース作ってもらったけど、ちょっともうちょっと広くてもよかったかなっていう、うん、ああ、大谷のなら干せるから
そうですね、階段下のスペースを物干しというか使ってるんですけどね。これは有効的ですごい便利、うん、クセルシーいいですよ、ね、この階段下収納のこれも結構採用率高いんですよ。こう同じようにしたいって、うんうん、これは便利、うん、1部屋にするまででもないものをここに収めるといいですね。ファミリークローゼットにしてもらったのが良かった、うん、1階のフロアにファミリークローゼットっていうのが、あれはどうなんですか、実際使いやすい生活動線としてこう動線としてはすごい使いやすくて、もうちょっと棚増やせばよかったぐらいものすごい使ってます、うん、棚もうちょっと欲しいっていう感じですか、うん、ぐんちょっと溢れ返っちゃって、あ、だからそこは増やしとけばもう少しフレキシブルに使えたら、可動域をもっとそうだ、ね、取っとけばよかったっていうことですかね、うん、いや、もしかしてもっと広いかもしれないですね、うんうんうん、これもつけたんですね、うん、あ、そうですね、いや、でもここにあのいらないじゃない窓って言ったけどつけてよかった、うん、やっぱ明るさがなかったら本当に真っ暗だなって、うん、確かにそうですよね、ギリギリ電気つけなくても見えるぐらいだから、うんうんうん、良かったです。これはつけて、うんうん、使い勝手良さそう。そうね、このバッグかけられるのいいですね。そうなんですよ。ここね、ほら床もすごい本当はおしゃれで、壁もすごいおしゃれにしたんだけど、こっちとね。壁ほとんど見えない。そう。見えなくなる。見えてない。なんか英字新聞みたいな。そうそうそう。トランプとかさ、いろいろ迷走したんだよね。実際ここでバーベキューとかもして。うん。これ全部植栽も植えたんです。そうです、そうです、みんなで掘った掘ったね、すごいですね、いい感じのお家に仕上がりましたね、いや、本当にいい感じに作ってもらってありがたいですよ、うん、